固定概念をなくそうというね掛け声は結構いろんなところで聞かされますけども、固定概念ってどういうところが固定概念のかなってことなんですよ。例えばね、私たちの体には無駄なものはないって言われるじゃないですか。どんな部分も髪の毛とかもそれから爪とかも何かに使うんだよ、だから備わってるんだよっていうふうに教わりますよね。でもこれ固定概念になってるんですよ。本当にそうだろうかって考えていくのが固定概念をなくすってことだと思うんですよね。不要なものがもしかしたらあるんじゃないか、もしくは一生使わずに済むようなものもあるんじゃないだろうかってことですよ。またですね、私たちの脳みそはだいたい 30% ぐらいしか使われてなくって 70% はずっとね眠ってる状態ですよ、使われてませんよっていうことを言う人がいるんですけども、さあこれ本当でしょうか。実際脳波を測っているとどんなことをするときにでも脳の全体が活動してるっていうのは確認されてるんですよ。でもそういう科学的検知があるのになぜかね脳は 30% しか使われてなくて残りの 70% を引き出すためにトレーニングをするんですよみたいなことを言われて、まあ真に受けちゃうことがありますよね。これどっちが正しいかどっちが間違ってるっていうのはなかなか言いにくいんですけども、私はこういうふうに思うんですよ。30% しか使ってなくて残りの 70% があるんだよって言われたら、まあみんなで安心するんですよね。あ、自分はまだまだ可能性があるんだ、だから新しいチャレンジがしたりとか新しいものに向かっていけるのかなと思うんですよ。いやもうすでに脳は全部使っていて、いやあなたはこの程度なんですよっていうふうに決められたくないかなっていうところは十分あると思うんですよね。まあつまりいろんなことを申し上げましたけども、固定概念っていうのは誰かになんか標語みたいなこと言われたら、あ、そうなんだと思っちゃうんじゃなくて、ん、待てよと、そういう考え方もあるけどそうじゃない方向からもアプローチしてもいいんではなかろうかっていうふうに考え続けるとですよね、雨が降ったら傘を差すって言いますけども、傘を差さないことだってあるわけですよ。その雨っていうのがざんざん降りなのか、それともね霧雨のように本当に気づるものでもないのか、それとも3分5分したら止んでしまうようなものなのか、まあ、いろんなことを想像すると雨って言っても一種類じゃないんだなと思うわけなんですよ。まさに雨というとね傘を差して歩くっていう固定概念からの打破だと思います。